はい、えー、昨日ですね、キングダムパズルの第1話が放送されたわけなんですけども、皆さんは、この子がいいとか、デビューメンバーの7人予想しましたでしょうかということですね、私も、えー クインドムパズルデビューの7人、こうがいいんじゃないかというのをですね、まあ、パズルをガチャ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 して、ああがいいんじゃないか、こうじゃいいんじゃないかとね、検討に検討を重ねても、検討士になるぐらいね、えー、検討士岸田文夫になるぐらいこうガチャガチャ組み合わせて、デビューこの7人がいいんじゃないかと、バランスとか、 まあ、第1話を見ての感想なんで、まだね、いろいろ変化があると思うんですけども、今の段階では、えー、この7人がいいんじゃないかなというのをですね、えー、自分なりにですね、パズルをガチャガチャしてね、えー、作ってみたのですね、まあ、ちょっとね、まあ、エンタメとしてね、一個人の意見としてですね、聞いてほしいなと思います、えー。デビューメンバー、自分が選ぶデビューメンバーはこの7人です。ということで、えー、まず1人目は、えー、ボラちゃんですね、ボラちゃんです。えー、キム・ボラ、チェリー・ボレット、 のボラちゃんですねまあこれは皆さんもまあ異論はそこまでないのかなと思いますですし、えー、昨日1話でどのステージが一番印象に残ったかと言われるとやはりこのボラちゃんのあのマイシーのステージだったと思うんですね、うん、でまあ、1話にしてこうレジェンドステージをね 作ったということで、まあ、ボラちゃん、ここは当格なんじゃないかなと、ちょっと気が早いような気がしますけども、え、さすがにトップセブンの中には入るんじゃないかなと思いました。はい、えー、実力を見せつけましたよね。そして、やはり、こう、デビューメンバー、デビューするってなった時に、やはり、こう、ボラちゃんのようなボーカル、歌が強い人っていうのは必要で、やはり、こう、メインボーカル、 メインボーカルの人材として重要になってくるんじゃないかなと。はい。思います。うん。というのと、まあもちろん実力ね、示してくれたんですけども、あの圧倒的なステージだったんですけども、えー、何よりもボラちゃんというのはやっぱ人柄がいいですよね。人柄がいいんですよね。あのー、 なんだろう、まず、あの、高橋樹里がこうね、あの、3人の,の人形みたいで動きづらそうに来た時、こう、わざわざこう、迎えに行ってあげて、こう、支えてあげてたじゃないですか。あ、いい人だなと思って。あとは、あの、ボラちゃんってこう、人のステージを見てる時の反応がすごくいいんですよね。ちゃんと見てあげてて、リアクションしてあげてるっていうのがね。あの、意外と、こう、人がやってる時って、 で、こう、人間性って出るんじゃないですか。こう、会社とかでも、あの、面接の時に。あの、その人が喋ってる。 じじゃゃななくててて人が喋っっるるの反応を見るっていうじゃないですか意外とこう人が何かしてる時っていうのはあのその人が出るというかね、うん、そういった部分でやはりこう「ボラちゃんって本当にいい人なんだな」と思いますあのガルプラの時からそうですけどね。あ,あとあの誰が格上誰が隠した につけたかっていうのをこうね、エムネットからこう紙を渡された時に私は見な、見ませんってこう突っぱねたんじゃないですか。さすがだなと、もう人格者だなと思いました。はい。やはりこうね、ね、えー、ボラチャんはあの JYP 練習生だったということで、やはりこう立派なね。 人間ですね。JYP で育った人ってのは本当にもう立派な人間だなと思います。あの、ケプラーのマシロちゃんとね、同期でね、やはりこのマシロちゃんもボラちゃんも本当にもう JYP で立派な 人間性を身につけてますね。はい。ということでですね。あまあ、あのー、もしね、これ見てる人でね、あのー、娘さんがね、えー、K-POP アイドルになりたいって言ったらね、えー、JYP に入れてください。はい。JYP に入れたらですね、あのー、立派な人間になりますので、ね、立派な女性になりますのでね。はい。やっぱ人徳がね、すごいんですよね。うん なのでやはりこの人としてねやっぱこう正しく生きてればねこうなかなかこう自滅ってものも少ないんじゃないかなと思います。うん、ですしやはりこの m n ネットの番組っていうかまあオーディション番組で、まあ、自滅するパターンっていうのはやはりこうちょっとしたこう人間の未熟な部分をこう切り取られて 悪い編集のされ方としてこう自滅していくっていうパターンが結構大半だと思うんですけども、もう人として正しい行いをし続けたならばですね、悪編のしようがない。うん。そしてやはりこう何も怖がる必要がないなと思いました。なのでやはりこう人として、 あの、誰から見られてもいいような生き様をするっていうのはね、大事なんだなと思いました、ボラちゃんね。はい。ですし、まあ、この人気投票ということを考えても、まあ、ボラちゃんはね、多くの人からね、指、え、示、ー、されるんじゃないかなと思いましたし、自分はこの7人の中でボラちゃんにリーダーを務めてほしいなと思います。はい。ということで、まあ、ね、ガルプラの時もそうですし、まあ、ボラちゃんもマシロちゃんもですけど、こう、 あの、余裕があるんでしょうね。こう、圧倒的な実力と、うん、圧倒的なこの人柄というか、まあ余裕があるからこそ、実力と経験値に裏付けされた人間力があるからこそ、やはりこう、人を気遣える余裕というか、うん、のが生まれてくるのかなと思います。こう、ボラちゃんやマシノちゃんはこう、やっぱ力とかね、あの、経験、うん、実力があるからこそ、やっぱ多くの人をこう、 気遣いながら、こう、導く力があるんじゃないかな、と思いました。そうですね。あの、他人のことを気遣える。ね。え、ボラちゃん、素敵ですね。はい。あの、ぜひともですね、あの、もう、クイーンにふさわしいんじゃないかな、と思います。ボラちゃんこそね。はい。ということで、えー、ボラちゃんの話しすぎましたので、えー、ちょっと巻きでいきたいと思います。 はい、えー、続きまして、え二人目はですね、チェリーバレット、ジボンですね。はー、いや、もう、ジオン持ちってか、あのー、そもそもの話しておきますけど、あの、チェリーバレット、あれですね、あの、事務所がもっとちゃんとしとけば、このボナちゃんにしろ、ジボンにしろ、もっと売れてただろうなと思います。これは、あの、ジボンとかボナちゃんのせいじゃなくて、あの、事務所に責任ありそうですね、どうやらね。はい、ということで、えー、ジボンなんですけど、まあ、昨日のステージ、 で、ボナちゃんの次に印象に残ったのはどのステージだったかと、えー、聞かれると自分はこのジオンのステージが良かったかなと思います。はい。とてもね、あの、実力を発揮していただきましたし、あと何せ美人、美人なんです。こ、K-POP 一美人なんじゃないかと思うぐらい、もう、美しさにあって、うわ、美人、この人綺麗だなっていう。 美しさありますよね。ジオンね。ということで、ぜひともね、あのチームにはビジュアルメンバーというのが必要ですので、ジオンはビジュアルメンバーとしてね、入ってほしいなと思いますし、えー、まあ、オールラウンダーですね。えー、ビジュアルメンバー、まあ力がちょっと劣る場合とかも、まあ、往々にしてあるんですけども、ジオンはもう言うとこなしで、まあ、センターでもいけますし、えー、ビジュアルメンバーとしてもいけるということで、 しかもあの、ガルプラで見せたあの、イエス・ワア・エスのステージはもうレジェンドステージでしたね。はい。正直あれ、東京オリンピックより感動しました。はい。ということで、えー、イエス・ワア・エスですね。ありましたし、あと、えー、豆知識を、 入れとくと、えー、ジオンの、えー、ご両親はどうやら、えー、韓国、ソウルで、えー、日本料理屋さんをしてるということで、焼き鳥屋さんかなしてるということで、ちょっと効果持ってますよね。はい。あんな美人、あんな美人なのにですね、えー、お父さんお母さんはですね、日本料理屋でね、焼き鳥を焼いてるというねソウルでやってらっしゃるということで。はい。ぜひともジオンね、入ってほしいかなと、あ、思います。 はい、えー、続いてはですね3人目は3人目はウィークリーのゾアですねいややはりですねチームには愛されマンネ黄金マンネっていうのが必要なんですというかまあ k p o p においてチームでマンネが誰であるかってかなり大事なんですよねそう考えた時にマンネ枠このゾアちゃんがゾアがいいんじゃないかなと 思いました、はあ、てか昨日のステージでだいぶこういいなって思いまして、あこの子可愛いと思いましたし、まあ有能なね、マンネが必要だと考えた時にこの人はいいんじゃないかなと。えー、まあ身長もね171センチあるということで、スタイルもいいと。最近の子っぽい手足も長いですし、顔も可愛いですよね。ちょっとも,もに似てるかなと思ったんですけど、どうですかで、えー、そうですね。 あの、愛嬌もあるしこう、ツインテールみたいな可愛いのもできるし、この子だとかっこいいコンセプトもできると。えー、この年齢層を考えたときに、多分デビューメンバーは可愛いブリブリになるというか、かっこいい系のコンセプトでやっていくと思われるので、可、え、愛、ー、い,いあ、かっこいい系も処理、消化できないといけない。と考えたときに、えー、このゾア。 いいんじゃないかなと思いましたし、えー、ね、昨日のこの発言がね、あの、学校に私より可愛い人いませんっていう、この、ね、尖った発言がね、ちょっとかっこいいなと思ったので、まあ、このくらいでいいんですよね、若手はね。ということで、まあ、えー、チームのマンネを担当するのは、このゾアがいいんじゃないかなと思ったので、ゾア入れさせていただきました。はい。えー、では続いてはですね、四、えー、4人目ですね、えー、パープルキスのゆきちゃん。 えー、利小雪をですね、えー、ぜひ入れたいと思います。これ,まあ、これはまあね、あの、日本人だからというのはありえますけども、あの、まあ、かっこよかったですよね、単純にね、この赤いスーツでね、うーん、凛としててねあの、なんかもう姿勢ピシャーってして、なんかこうボタンの押し方もかっこよくて、こう風格があるなと思います。まだステージしてないんですけど、まあ、実力はあると思いますし、今、まあ、ラップ パーポジションっていうのはね、あの、チームで重宝されるね、メインラッパーとしてもね、必要なんじゃないかと思います。はい。気高かったですね。気高さを感じましたし、しんと気高さを感じました。パープル雪の、パープルキスのゆきさん、毛利小雪さんからね。もうこの小雪さんね、ああ。 まあね、まあ日本人一人は入るかなと思った時に、まあこの人かなと思いましたので、はい。まあラッパー多いと思いますけど、まあ、ライトサムのサンアとの対決になると思うので、ここをうまく制すことができたならば、えー、ラッパーというのは、えー、必要なポジションですので、えー、小雪さん、入ってくるんじゃないかなと思いましたし、うん、まあ、かっこよかったね。風格がすごかったですね。 かっちょい,いいと思いました。なんか男の子が人気というか、なんか女の子からも好かれそうな、まあ、回数って、ねりん、けだか、けだかいですね。はい。ということで、えー、パープルキス、えモ、ー、リ小雪さんを入れます。はい。えー、続いてはですね、えー、みんなが大好き、シルマミルミルルンですね。はい。まあ、ここは希望です。希望ですね。えー、まあ、K、K-POP に、えー、K-POP 仕様のミルルンを見てみたいと。 いうことです。はい。ですし、えー、なんか、ミルルンの、あのー、何個人の、クイーンアップズルの個人の動画見ると、やっぱ再生数が半端なく個人いってるんですよ。ってことは、やっぱこう、人気がありますし、やはり日韓共にこう、対望論がありますよね、ミルルンに関しては。ですし、まあ、人気投票であれば、かなり可能性があるなと思いました、この数字を見て。で、えー、プロデュース48でも、 まあ、あの、ウォニョンに普通に競り勝ってましたからね。まあ、まあ、ウォニョンがまだまだ若かったというのもありますけども、あの、普通にウォニョンに競り勝ってたという、はい。ですし、まあ、13年のキャリアでね、あの、みんな立って出迎えてましたからね、もうキャリアはあるということでね。はいああ、ただですね、このミルルン、まだステージをやってないんですけども、まあ、来週ステージをやると思うんですけども、ちょっと懸念材料がありまして、 まあ、ちょっと違ってたらもうほんと謝罪したいんですけど、ミルルン、どうですかねその、個人の能力がもうすごいあるっていうタイプじゃなくて、こう、チームの中に入って、そこでこう、 見せ方が上手いというか、表情とか、こう、ステージをこう見せる能力が高いタイプだと思うので、えー、個人で立たされたときに、実力を見られるってなったときに、えー、これがちょっとこう、どうなるのかなと思います。うん、ちょっとそこだけ心配ですね。その、歌唱力、ダンス、うん、ね、あの、めちゃめちゃ鍛えてきたきてたらすいません。ただ、そこまでこう、 あるタイプじゃないので、来週のその評価でちょっと悪い評価を得てしまわないかなというのが心配ですけれども、まあこれはですね、視聴者のパズルによって決まるわけですので、見るるんを入れたいという人はね、多いんじゃないかなと思います。 はい、えー、続いてはですね、えー、ラブリーズのケイさんですね、えー。こちらはですね、えー、ベテラン枠で入れたいと思いますね。あのーまあ、昨日のクイーンドパズンの放送を見てもらってもわかると思うんですけども、あのー、最初にケイさんが登場しましたよね。 ってことは、まあ、これ、エムネットさん結構気に入ってるんじゃないかなと、私は推測します。はい。ケイさんのこと結構気に入ってるんじゃないかなと思いました。ですし、えー、まあ、チームというのはね、まあ、あのー、ね、心の面もね、あの、必要だと思うので、こう、チームを安定させるベテランっていうのはいると思うんですよね。なので、こう、みんなの心の安定のためにも、まあ、こういうベテランが一人、 入るのはいいんじゃないかなと思いましたし、あのなんかもう母性がね伝わってくるんですよね。経さんがねもう優しい目でねなんかこうまるでこう他の人のステージを見るのがこう授業参加を見に来たなんかお母さんみたいな感じでこう見守っているじゃないですか。いいなと思ってやはりこうね。 こう熟した魅力、熟女ってわけでもないんですけど、熟した魅力がね、あってね、なんか母性、ね、母のようなね、あ包み込んでくれるようなね、安心感があるということで,ですね。はい。ね、あの A、AOA のね、あの、ね、ちゃんみ先輩とね、こう、二人でね、今度授業参加に来たお母さんがこう語り合うかのような、ね、落ち着いてますよね。優しい感じですしね。な、なので、っていうのと、あの、この年からもう、 こうもう一回こう復活できるというかそういったこう k p o p 界の希望になってほしいなと思ったんですよね。うん、こう、うん、そうですね、やはり希望になってほしいなと。うん 多くの人が勇気づけられるんじゃないかなと思いましたので、こう、ベテランと若手がうまく調和してね、チームができたらいいと思うので、ラブリーズ K さんもね、あの、入ってほしいと思いますみんなからね、あの、慕われるとしてるだと思うので、入ってほしいなと思いました。はい、えー、続いては、えー、We, のナナさんですね、えー、このチームを構成する時にやはりダンサーがいるかなと思ったんですね。なので、な、え、な、ーまあ、ちゃんね、入れようかなと思いました。あのー、放送見てもやっぱ目立ってますしね、うん。で、ステージもやっぱかっこよかったし、ゆっくりこう体を動かす感じのダンスとかあ、やっぱメインダンサーがいるなと思ったので、ウーアのななちゃんを入れたいと思ったんですけども、昨日のあの投票のね、 えー、どうなるんだろうなと、まあ、そこまで影響はないかなとは思うんですけど、まあ、ちょっとねあの、私、格上をしたよと言っときながら、実は格下押してたなっていうのは、ちょっと印象が悪いかなと思いますので、これがどう影響するかなと。 いうことです。ということで、えー、私が作ったこの7人を発表させていただきましたから、これはまだまだ第1話をね、終わっての感想ではまだ10話、あとは9話ありますから、これからどうなっていくかっていうのはね、わからないもの、ことですからね。あまあね、えー、あくまでも個人の感想なのでですね、まあ、エンタメとして楽しんでいただきたいと思います、えー。皆さんの7人はね、どのようになったかっていうのもね、教えてほしいなと思います。 ということで、自分が考えに考え抜いて、この7人がいいんじゃないかなというクイーンダーパズルの7人を発表させていただきました。ということで、次回もクイーンダーパズルを楽しみましょう。終わりです。